浪人委員会は、原用者、国流会系の国家主義の政治結社。代表は、遠山光。明治41年に結成された、田中博之らによる、有国の志士、国士、創士を辞任する、浪人の結社である。主要な構成員に、原用者の三浦五郎、遠山光、佐々木康五郎、小島和夫、小川運平らがいる。メンバーは、 遠山光の出身地の福岡以外の出身者が集められた。国家主義的世論を喚起し、反デモクラシー運動を展開した。明治44年10月18日、日比谷公園の松本楼における集会で、遠山光は東京市の市会議員の補欠選挙の候補者に小島和夫をした。小島は三浦五郎、犬飼武士、黒岩瑠彦。 杉浦重武ら浪人会メンバーの応援も受けて当選した。大正7年には発行事件に絡んで、国流会とともに東京朝日新聞を批判し、村山隆平社長に白昼暴行を加える事件を起こした。また、老人会を非難した雑誌、日本及び日本人をも反撃した。上述の発行事件に際し、吉野作造が雑誌、 中央公論発表の論文、言論自由の社会的圧迫を排すで、浪人会を批判すると、浪人会は、吉野に立ち会い演説会開催を申し入れた。これは11月23日に、東京神田の南米クラブにおいて実現したが、聴衆は、浪人会の内田洋平、くずう吉久よりも、吉野を支持し、浪人会はこれをきっかけに衰退した。 メンバーの多くは第日本製三島へと流れた。ありがとうございます。